性に向かって女編のにとかたとかを使ってくれる人の方が私はキュンときちゃう。どう、そうないの、台湾に来て思ったことなんだけど、その男性の車とかに乗るとき、結構台湾の男性はよく女性のためにドアを開けてくれる。なんかそれはすごい紳士的だなと思って。でも日本人男性だったら恥ずかしくてちょっと そこまでできないっていう人は結構たくさんいるんじゃないかなと思って、ティファニーに聞いてみたい。あ、でもどうだ、あのルーちゃんたちにも聞いてみたい。ルーちゃんたちどうなのかなって。勝手に聞きたい。見てるかな。まずは台湾人男子と一緒に出かけるときは大体バイクで。ああ、そうだね、そうだね、だから車のドアのことはちょっと覚えてないけど、日本だと仕事先だとタクシー全部自動ドアだからあんまりこういう機会がないけど、でもその人たちが台湾に来て台湾のタクシーは開けないといけないから、それは開けてくれる。でもお仕事とプライベートはまた違うんじゃないかなって思って、私の感覚では台湾人男性は日本人男性よりも躊躇なく開けてくれるみたいな。で、なんか日本人の人は多分ちょっと恥ずかしいとか思って開けない人もいそうだなって感じなので、もしルーちゃんたちが見てくださっていたらぜひぜひ教えてください。確かに私は割とされかそういう動画ドアを開けてもらったことはまだそんなになかったから、1回だけそう開けてくれた時は本当にキュンとしたらしいことなんです。そう、まあ、とりあえず好印象はあるよね。好印象ある、優しそうな人だなって。そうだね、じゃあ次はティファニーは何かあるかな。私はね、これは結構みんな分かってくれると思うけど、その好きな食べ物を覚えてくれてる。あー、分かる。これはもう文化、国とか関係なく共通だよね。これ男性でも嬉しいんじゃないかな。多分嬉しいのかな。そう、私はその時友達なんだけど、一緒に焼肉によく一緒に出たりしてた友達だから、1回目の時は私焼肉で豚トロを頼む。で、豚トロ以外は全部任せるよとかって言ったように、それを覚えててくれてて、で結構時間を経ってまだ一緒に焼肉に行った時は、あなた豚トロ好きでしょ、頼もうって。オッケー、私も覚えたよ、今度豚トロね。なるほど、これはわかる、本当に。とりあえずなんか自分の好きなものでもいいし、こういう些細なこと、あの自分が言ったことがあることをちゃんと覚えててくれて、あ、あの時ああ言ってたじゃんとか言われると、あ、そうそうそう、すごい覚えてくれてたのって、なんか、あ、嬉しいってなるよね。あ、分かった、この友達ね、同じ友達なんだけど、そのなんか私その時留学してて日本に、お正月の時は何月何日に台湾に1回帰国するよとかの話は1回しか言ったことないけど、その帰国する当日に今日は気をつけて帰ってねってメールが来たの。すごいすごいすごい、しかも結構1ヶ月2ヶ月くらい経ったのに覚えてくれてて、あれって思って、めっちゃ優しい。すごい、え、ちょっと待って、これはちょっと私一つ言いたいのは、あのティファニーが教えてくれた時も私も自分のメモ帳にメモしてたの。なんかそのティファニー帰国って、でもその時はなんか何月かしか教えてくれたなかったのか忘れたけど、でもメール送るべきだったね。ねえ、メール送ってたら惚れてたでしょ。そう、私は自分でなんか、ああティファニー帰ってくるなって、あの自分でちゃんと分かってたけど送るべきだったね。割とここまでする人はそんなにいないと思うから、できたらね、もうグッて。あー、わかる。でもなんか、なんだろう、私はちょっとそのする勇気がないかもしれない。私はなんかどうだろう、思えてもらえたくない、なんかちょっと恥ずかしいというか、なんかどう、わかんない。エディガにする、そういうこと。私をまず覚えてないというのが問題。でも自分の例えば彼氏だったらするよ。あ、なるほど、そうだね、そうだね、兄弟ね、そうだね、そうだね、なるほど、これもいいね。じゃあ私が最後に言いたいのは、男性のその物持とうかって言ってくれるこの一言。そうそう、あのこれは多分日本人男性でも台湾人男性でもすると思うんだけど、とりあえずなんかいろいろな、まあ重くなくても、とりあえずなんかいろんなものを持ってそうだったら、その一言の持とうかっていう一言が嬉しい。でも、そう、でも私は申し訳ないし、ちょっ
ちょっと迷惑かけたくないなって思っちゃうから、なんか何でも自分でやっちゃうというか、その聞かれてもあ大丈夫だよ私が自分でやるからって言うんだけど、もうちょっとわがままを言っちゃうとこう私がいいよって言っても、そのちょっと強引なぐらいにあ持つからって言われるとって聞かれてきちゃう。わかる、めっちゃわかる、これすごいわかります。これわかってくれた。わかるわかる。そうちょっとね、これは本当言って恥ずかしいんだけど、そうちょっとわがまま言っちゃうとこうってなっちゃう。わかる。しかも男性はそういうなんか例えば持とうかって言ってくれて、私が大丈夫よって言ったら、あじゃあそっかって言ったらもう平和って終わっちゃうんだけど、でもそこら辺でもう持つよね。しかも私が例えばちょっと時間経ってもう本当に申し訳なくなってきて持つよって私が言ったら、いや大丈夫私俺が持つからって、うん、かっこいい。なるほどなるほど。でもとりあえず、まあ、持つにしろ持たないにしろ、まずこの一言でも嬉しいよね。嬉しいよね。本当は自分でも持てるけど、そうそうそう、それなんか一言がねあるかどうかが嬉しいね。そうだね。なんか私本当に細かいところをいろいろ見ちゃう癖があると思う。あ男性に対してね、私の希望通りじゃないから嫌いになるとかそういうのはないけど、本当になんかね細かいところ、例えばドアの開け方とかなんかねなんかちょっと見ちゃうで癖がある。でも別に自分の標準で人は見ないけど、人間観察が好きなんだと思う。あーなるほど。私もちょっと見ちゃう。それでなんかちょっとうんいろいろ見ちゃうね。あそれ私もちょっと見ちゃうかもしれない。でも私はなんか人間観察の中で特に見ちゃうのが、これ言ってみんなに分かってもらえるのかなってちょっと自信ないけど、食べ方を見る。へえ、食べ方。しかもなんか綺麗に食べるとかじゃなくて、好みはねなんかすごいお腹空いたようにもう急いで食べるのが好きです。これはすごい面白い。これは初めて聞いたかも。割となんかよく食べる人が好きだし、でたくさん食べてるし、食べるのが早いのがもう一番好きですね。あーなるほど。なんかその食べ物を美味しそうに食べるっていうのは、日本人男性の好きな女性の仕草というか、そのランキングになんか入ってたような気がする。なんか美味しそうに食べる子、たくさん食べる子みたいな。そうそうそう。でもそういうのが多分なんか女の子の美味しそうな食べ方はこうじゃない？あーかわいい。これ絶対使う。かわいい。でもこういうのじゃなくて、なんか無言にもこうバーって食べるのがめっちゃ可愛いなって思っちゃう。なるほど。これは本当に多分男性と女性でどうなんだろうね。美味しそうに食べるのはいいなって思うけど、ガーって食べるのはなんか別にあってもなくてもって感じかな。でこの本当にこの前ちょうどこの話になったんだけど、私の知り合いの中の男性で台湾の人なんだけど、例えば丼とか、そうそうそう、牛丼とかをこうガーってアニメみたいに食べる人を見るとなんかムカつくって言ってる人がいたから、本当にこれは人によるのかもしれないね。そう、確かになんかみんながそういうなんていうか綺麗な食べ方を気にしてるみたいだけど、私はそういうなんか急いで食べるのがすごい男っぽいというか男子のイメージがあるから、自分と全然違うなってそこにちょっと思えちゃう。あでもそう解釈されるとちょっと分かってきた。なんかこうあの女性と男性との仕草の違いにキュンとするってことだね。なるほど。うん、分かるかもしれない。もう個人的な好みなんだけど、もし仲間がいたらコメントしてください。面白いね。そうそうそう、ぜひぜひ。あじゃあそうだね、これを語ると無限にちょっと語れちゃうから、今日はここまでにしておきましょう。はい。はい、恋バナはやっぱ楽しいね。楽しい、どうしよう。楽しい楽しい。じゃあそうだ、じゃあもし動画が面白いと思ってくれた方はぜひぜひ高評価と登録ボタンをお願いします。お願いします。ティファニーちゃんのチャンネルも、台湾人さんもよろしくお願いします。多分シャさんとのコラボ動画もこっちに1本開けてるはずなんですけど、はい、はい、お願いします。 Facebook、Instagram 毎日中国語と日本語で投稿してたりもするので、ぜひぜひそちらの方も見てみてください。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。